投手でありながら打撃でも崇高な成績、大谷翔平のシルバースラッガー賞受賞に MLB 公式も称賛、間もなく2度目の MVP を。打撃のベストナインにあたるシルバースラッガー賞が9日、日本時間10日に発表され、エンゼルスの大谷翔平選手がア・リーグ DH 部門で選出されました。大谷選手のシルバースラッガー賞受賞は21年以来2年ぶり2度目。メジャー6年目の大谷選手は今季44本塁打を放って日本人史上初の本塁打王を獲得。さらに135試合に出場して497打数151安打の打率3割4厘で初めて打率3割の大台を超えました。出塁率4割1分2厘、長打率6割5分4厘、 OPS1.066 などもリーグトップ。投手でも10勝を挙げた中で圧巻の成績を残した大谷選手について MLB.com は、投手でありながら打撃でも崇高な成績を収めた、2度目のシルバースラッガー賞とともに間もなく2度目の MVP を受賞するかもしれないと評していました。また米放送局 CBS スポーツは、信じられないかもしれないが大谷にとってこれが2度目の受賞だ、3度目ではないと寸評。米スポーツメディアのブリーチャーレポートは、本塁打と出塁率がリーグトップで長打率はメジャートップ、打者能力だけでも今オフに結ぶであろう史上最高の契約を正当化するのに十分だと大谷選手の価値の高さを表現しています。大谷選手のシルバースラッガー賞受賞についてネット上では、それにしても OPS 両リーグトップでホームラン王という部分で日本人がシルバースラッガー賞を受賞する日が来るなんてね、先日の大谷選手の学校への野球しようぜのメッセージとともに送られたグローブから夢を与えられて、憧れを持った少年たちが大谷選手のように次世代で現れてくれると嬉しいですね。大谷にとっては全て通過点、それでもマイルストーンとして本塁打を打うシルバースラッガーはめでたい。願わくば再来年シーズンからの二刀流完全復活に期待したいが、まず目先の目標はワールドシリーズ制覇。ボンズ、イチローですらリングを持っていない。大谷がいかに偉大でも一人では優勝できないのだから、大谷と肩を並べられるだけの仲間と共に、まずは1回目の優勝を目指して、その後何回でもワールドシリーズに挑戦してほしい。 WBC で短期決戦での強さも示しているので、ゴートキャリアに足りないのは唯一ワールドシリーズ制覇のみ。先発で投げた翌日にホームランをかっ飛ばす。投手経験者は投げた翌日は体が張ってるので思ったように動けないので、口を揃えて信じられないという。そんな異次元の活躍も、あのとびっきりの笑顔を見ていると当たり前の日常のように錯覚させてしまう。そんな大谷選手の活躍するニュースを毎日見るのがとても楽しみで、あなたの笑顔にどれだけ心が癒されたことか。1年間お疲れ様でした。そしてありがとうございます。リハビリ大変だと思いますが、順調に回復するように祈っています、など称賛の声であふれていました。 MLB 公式サイトやネットのコメントにもありましたが、大谷選手の凄さを語る上で、投手をやりながらこれだけの打撃成績を残したという事実は消えることはないでしょう。それは現在メジャーリーグで活躍している現役選手たちにとっても同じようです。シャーザー認めた、耐久力、真の潜在能力を目の当たりにした。レンジャーズのワールドシリーズ制覇に貢献したマックス・シャーザー投手は23年シーズン終盤、大谷選手との対戦について自信をみなぎらせるようにこう語っています。大谷選手とは21年のオールスター戦で1打席、レギュラーシーズンでは今年8月14日に初対戦し、3打数無安打に抑えているシャーザー選手は、彼がいい打者なのは分かった、だが僕は自分を信じて投げ切ることができるし、相手が誰であろうとアウトにできる。ただ1回アウトにできたからといって10回できるとは限らない。パフォーマンスを安定させないといけないと語っていました。メジャー16年間でサイヤング賞3度、最多勝4度、最多奪三振3度、数々のタイトルを獲得してきたシャーザー選手。
好成績を継続するには常に改善を重ねる必要がある。野球最高峰のリーグでトップに立ち、百戦錬磨の経験があろうと、上手くなるための貪欲な姿勢が尽きることはない、こう語るシャーザー選手は、メジャーリーグの選手は常に良くなっていかないといけない、同じではいけない、同じレベルでいるということはつまり悪くなっているということだと力説した上で、大谷選手の進化について太鼓判を押しています。彼は間違いなく年々良くなっている。その一つが真の耐久力だ。マウンド上での耐久力というのが、彼の本当の潜在能力がどんなものかを示し、そして我々はその真の潜在能力を目の当たりにした。実際に投打の両方でどれだけ試合を支配できるか、それもかつて見たことのないような形でね。シャーザー選手は DH 制がなかったナショナルリーグで14年間プレーし、通算で529打席に立ってきました。打率は1割6分8厘で、本塁打は1本。僕も二刀流ができたらよかったよ、少しだけやっていたけど彼のようには決してできないと笑ったシャーザー選手は、二刀流の難しさを身をもって実感しています。シーズン終盤の8月下旬、右肘の靭帯を損傷し再手術を行うこととなった大谷選手について、シャーザー選手は改めて願いを込めてこう語りました。また手術をしないといけなくなったのは残念だが、野球の一ファンとしてもっと見ていたいし、見ていてとても魅力的だ。自分ができることといえば彼の回復と今後のベストを祈ることしかない。強敵との戦いは心を躍らせる。復活をかける大谷選手に向けては、また対戦できることを楽しみにしているよと胸を張り、再戦を待ち望んでいました。大谷選手の二刀流としてのパフォーマンスを語ったのはシャーザー選手だけではありません。ブルージェイズのボービシェット内野手も大谷選手について思いを語っています。21年から守備の要である遊撃のレギュラーに定着し、2年連続で159試合に出場したビシェット選手は、最多安打のタイトルを獲得した2シーズンとも欠場は3試合のみでした。今季も8月上旬に右膝痛で負傷者リスト IL に入るまで欠場はわずか1試合。二刀流でフル出場していた大谷選手にも負けず劣らずの鉄人ぶりだったビシェット選手は、翔平と比べれば全然できてないよ、ただ毎日プレーしたいし、試合に出れば出るほど学べることがある。多くプレーすれば失敗もたくさんある。うまくなる最も早い道は失敗することだと思うと語っています。体に多少張りがあろうと、出場を続けることに重きを置くのは大谷選手と似通っている部分があるビシェット選手ですが、もちろん出続けたいという気持ちだけではできないと言います。食べ物が大事だと思っているよ。水をたくさん飲んで多く睡眠をとる。トレーニングだったり他のこともあるけど、大事なのは食べて水を飲んで寝ることかなと、体のリカバリーで最も大事なことに睡眠を挙げていました。他にも食事面について、シンプルにライスと野菜、プロテインを摂取したりかな。あまり多くのチップスやクッキーは食べないようにしているよ。162試合のシーズンを戦う上で食生活の管理は欠かせないことも言及しています。今季ビシェット選手は出場135試合、くしくも大谷選手と同じ出場数だった25歳は驚異的なパフォーマンスを続け、投打で対戦相手として戦う大谷選手について、今年の彼を見ていて、数字もそうだけど全体的に前よりも断然良くなっているように感じる。毎回力強いスイングができるのは驚くべきこと。打席で溢れる自信を見てもわかるが、彼がベスト選手と言って間違いないと、間違いなく球界で最高の選手だと断言。同僚や他球団の選手やコーチ、監督が大谷選手を最高のプレーヤーと評するのは今や珍しくないとはいえ、一体何をもってベストと感じるのか、その理由についてビシェット選手は、彼は全てができるから。フィールド上の誰よりもパワーがありスピードもある。信じられないほど危険なバッター。パワーヒッターであると同時にいろんな球種をヒットにできる。
彼の打ち取り方はおそらくないように思う。それは特別なことだ。と出場を続けることの難しさも理解しながら、その上で全ての分野で秀でた大谷選手のプレーにリスペクトを示していました。そして二刀流の大谷選手と最も多く対戦してきた男、アストロズのアレックス・ブレグマン内野手も大谷選手について思いを語っています。ブレグマン選手は、ダイナミックなプレーを見せながらホームランを打ち続けている。塁に出れば最も足の速い選手の一人、勘もいいし野球をよく知っている。小さな細かなことも正しくこなす。そしてマウンド上では7種以上の球種を持っている。彼はただただ完成されたプレイヤーだ。その上で大谷選手の野球選手としての姿勢にリスペクトを示したブレグマン選手、毎年彼は良くなっているし改善を続けている。遠くから見ていてもものすごい練習熱心だとわかる。それが間違いなく報われているんだと思う。とシャーザー選手と同じく大谷選手が日々選手として進化していることを語っていました。実際大谷選手は試合の前後で予習と復習を繰り返し、試合中にも iPad で自らのプレー映像を確認するほど毎試合にわたって研究を繰り返してきました。1プレーごとに学習を重ねる大谷選手の野球 IQ を称える他球団の選手や監督も多くいます。頭を使う野球 IQ を身につけるために必要なこととは何か。ブレグマン選手は、子供の頃からどれだけ野球を好きでやってきているかだと思う。僕は本当に野球が大好きで、多くの素晴らしいコーチやチームメイトに恵まれてきた。たくさんの人から考え方を学ぼうと何かを盗もうとやってきた。少しでも良くなるためにその道を探してきたんだ。野球愛と飽くなき向上心こそが自分を選手としてさらなる高みへと導いてくれると話したブレグマン選手。実際大谷選手はインタビューにて自身の誇れる才能について問われた際に、好きなことに関して頑張れる才能はあると思いますね。それが僕は野球でしたし、たまたま生まれてすぐというか、ある程度早い段階で好きになったことがすごくラッキーだなと思っているので、今でもそうなんですよ。常に寝室にバットとかボールを置いてあって、ふと何かこういうのがいいんじゃないかと思った時に鏡の前に行って試してみたりとか、好きになってそれ野球を頑張れる能力があったかなと思っています。他に才能は特には感じていないです。感じていないというか、そこ好きなことに関して頑張れる才能はありますというのが自分で自信を持って言える唯一のポイントかなと思うので、もう本当にそこだけでここまで来たと思っています。とこれまた野球への飽くなき向上心が自分を高めてくれたことを明かしていました。こういった現在メジャーで活躍している選手たちの声を聞いても、どの選手も自分が最高のパフォーマンスをするためにたゆまぬ努力をしていることがよくわかります。そんな最高の努力をしている選手たちが口を揃えて最高の選手と称賛する大谷選手とは一体どれほどの存在なのか。来年も大谷選手の活躍に目が離せませんね。